体調が良くない。この暑さ、この暑さの中で無理して動いている。睡眠が不足して体調が良くない。それに目が2ヶ月に1回ぐらい右目が眼底出血して手術する。これはもう非常に簡単な手術なんで、まあその都度やらんと仕方ないだろうと思っている。それ以外に右足の調子が悪い。これキンキンもう思い切って手術する。手術するとこれは1回の手術でまあ今のところ良くなる見込み。足は1回の手術で良くなる見込み。右目はまあ2ヶ月に1回ぐらい軽い手術をせんとあかん。まあこういうふうに体調が良くないけれど、とにかく足はもうとにかく1回で治す。目は無理だけれども、この夏バテも寝れば治ると思うんで、寝ることに努める、食べることに努める。それでこの暑さを乗り切ろうと思う。特に8月のお盆の間は8日間連続毎日4時間練習があるので頑張らんといかん。夏の長期連続練習と冬の長期連続練習は毎年の恒例であり、これをやるべく頑張る。今から体調を整える。早ければそれまでに足を切ってしもうて、足を良くしておくぐらいのつもりでおる。とにかくこの程度のことでは負けるわけにいかん。今までのペースを落とさずに、まあ、睡眠時間だけ伸ばせば全て解決するんだろうと思うてる。それから無駄なことをやらない、無駄なことを思わない、考えないということで乗り切りたいと思う。とにかく頑張るという二字以外はない。